テーオブレイクカフェアーティスト対談動画も3回目を迎えました。今日のゲストはトランペッターの誠さんに来ていただきました。ありがとうございます。いやですね、はい、僕本当に誠さんの演奏をね、はい、ジャバルーフでも聴いて、はい、今日はぜひね対談させていただきたいなという思いがありましたので、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画はですね、アーティストのルーツをね聞いていこうかなと思いますので、今日は誠さん本当によろしくお願いします。はい、じゃあですね、はい、早速なんですけど、はい、まずね、この2人がどうして出会ったのかっていうね、お話ししていきたいなと思うんですよ。僕はクラシック奏者なので、はい、で誠さんはねトランペッターとしていろんなジャンルをね吹かれてるんですけど、はい、これきっかけがありまして、はい、キーワードは、はい、低音ブレイクカフェのライブと吹奏楽作家の小沢部長なんですね。そうです、小沢部長がつないでくださったんですね。忘年会ですよね、何人か前です。テンブルカフェですね、まだね、コロナの前で、はい、演奏会が終わった後によくね打ち上げだったり、はい、忘年会だったり、うん、いろいろしてて、その時に出会ったんですよね。そうですね、はい、で僕は本当に正直初めましてって感じで、はい、名前は知ってたんですけど、はい、実際お会いすることは初めだったので、うん、ちょっと、ね、緊張してたんですけど、誠さんは以前から動画とか、そうです、シュピールの動画を普通にYouTube 検索の中で好きで見てました。今小沢部長って言ったんですけど、はい、エリック宮代さんもこの2人の共通のね、はいはい、知り合いでもあるので、はい、そこら辺もどんどん聞いていけたらいいなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ最初にトランペットと出会ったきっかけなんかを教えていただけたらと思います。はい、小学校の3年生の時に吹奏楽部があって、僕は宮崎県の高千穂というところの生まれなんですけど、高千穂小学校吹奏楽部っていうところでちゃんと始めました。2個目に姉がいるんですけど、サックスやってて、高千穂って豊かな、まあ、田舎なんですけど、すごい小物の先生が熱心で、伊達音大のトランペットを倒れた先生なんですよ。とかがすごい期待かけて、まあ、小学校内に頑張ってて、全国大会とか行ってたんですよ。で、姉もちょうど、5年出場して、それ僕見に行ったんですよね。何だこれ、めちゃめちゃかっこいいなっていう、あとまあ他の学校もすごいし、同じ小学生かみたいな演奏、完全に心にきまして、ね、まあ、吹奏楽部入ろうと思ったんですけど、そのトランペットを選んだっていうのは、もう、まあ、記憶にないですね。あれっていう感じで、他の楽器がどうのこうのやって、なんかもうトランペットっていうので、記憶にないですね、なんか選んだとかじゃなくて、で、たまたま、まあ、そのトランペットも空いてたっていうか、空いてたのかな、まあ、よくわかんないですけど、なりたいって言ったら、なんかもう、鳴らしてくれて、それで始めましたね。へー、ずっと、まあ、小学6年まで頑張ってやったんですけど、まあ、普通それから、まあ、中学校、高校で好きだったら続けるじゃないですか、ね、吹奏楽部に入って、うん、ただね、その当時は僕のその地元の高千穂には吹奏楽部が中学高校になくて、すごい僕もっていう感じで、で周りの同級生とかも、まあ、結構頑張ってて、まあ、今思っても結構うまかったんですけど、みんなやっぱね、やっぱこう子供って環境がすごい大事じゃないですか。確かに。ただね、やっぱね、続けたくてもみんなね続けられなくて、どんどんやめていったんですけど、まあ、諦めの悪い僕は、なんとか続けたいし、吹奏楽部大好きだったんで、地元から車で1時間40分ぐらいかかる、日向市っていうところがあって、日向市民吹奏楽団っていう、一般の大人たちがやってる吹奏楽団に、毎週土曜、親の車に乗せてもらって、送ってもらって、で、それの合奏、2時間ぐらいの土曜日の。夜8時から話すと、それめがけて、うん、平日はもう家のお風呂場で、なぜか、まあ、一番こう緊張の役にならないような位置にあったんですよ。めっちゃ響くんですよね。パリパリの、うん、そこでずっと平日は個人練習してましたね。へー、お風呂ってすごく響くから気持ちいいですよね。めちゃめちゃ気持ちいい。やっぱり鳴ってる感じがするっていう練習もね、なんか本当に近海の過ごしにとって、はい、ベッドなところで吹くのって一番酷ですよね。もうやっぱりね、響きを作ろうとするじゃないですか。なんか鳴ってないと思って多分どんどん使えるし、まあね、ある程度の響きって多分大事ですね。そうですね、もうなんか僕もお風呂とかは
最高のリバーブと思ってましたんで。ね、本当に。だから今でもその環境が慣れてるから、その響く環境ってのはすごい大事っていうか、多分学校とかでずっと練習してたらそこまでないと思うんですけど、やっぱりずっとその環境でやってると、なんかね、やっぱり響く環境って本当にとても大事なんですよね。なんか純粋に気持ちよくなるし、なんか上手くなった気になりますよね。でもそういうの大事ですよね。次のモチベーションにつなげるためというか。それ中学生の時ってことで中学高校ですよ ね、じゃあ吹奏楽部はなかったけど吹奏楽部は続けていますこの新人吹奏楽部とはコンクールとかですよ一般コンクールでできました、ね、中学からへぇ、学生のすごいとかじゃなくて、もう本当に新人吹奏楽団の一員だったんでそれ面白いですね僕が初めて聞きましたただね、でもその当時はその環境がありがたくはあったんですけど、練習しててもやっぱ飽きてきたりするわけですよ、一人でやってると、周りの目がないから、ただから自分に負けそうになるわけですよ、すぐ休んでしまったりとかって、ただなんかその環境のせいというか、吹奏楽部があれば、なんかこう切磋琢磨して、ライバルもいたりして、そうやって、とかもう見えないライバルをいっぱい頭の中に描いてましたよ、今頃、あの学校とか、まあ、してんだろうなっていうので、もう気合い入れ直してとか。だからそのコンクールとかで一般の部の前に中学だったり高校の部のあれがあるとすんごい斜めの斜めから見てますよ。そのひねくれてました、ね。そうでその子たちも悪くないので自分がひねてたなんかこうなんかその吹奏楽がないっていう環境でなんかでも痛くないなみたいな。でも中学校高校でそういう環境になって、はい、でも頑張って続けてて、はい、もうじゃあ高校のいつぐらいからねプロっていうことに意識してたんですか？あのプロに実際自分がなるとかいうことを小学校からそういう世界の憧れがあったんですよ。テレビで歌謡番組、歌番組のバックで生演奏とかそれが見れた世代なんで、はい、持ってる楽器でめっちゃかっこいいなとかっていう、ね、こういうお仕事あるんだなとか、演劇アワーとかもいつも見てましたしね、かっこいいなみたいな、ずっとそういう憧れあったその世界に。で、それが自分がなるとかじゃないけど、なんか常にもう興奮っていうか、ワクワクっていうか、で、ああいうのを出してみたいなとかいうふうに、なんか自分でも見てないなとかっていう、吹いててただ楽しいじゃなくて、そういうすごいプロの世界。かっこいい人だ、そのなんかこう、自分もそういうことが出したいとか、なりたいよりも、なんかかっこいい演奏で行きたいっていう方がなんか強かったんですかね。そういうのが、さっき言った中学校、高校の時に、見えない敵と戦いつつも、そういうイメージもしながら。そうそう、だからそういうね、イメージトレーニングなんですけど、そういうのはなんかちょっと、わかんないですけど、すごかった気はしますね。本当に環境がなかったのと、あのでも良かったのは、私も新人吹奏楽なんで、こちらでも皆さんこう上手い方がいっぱいいたりするじゃないですか。そういう中で吹けたのも本当ありがたかったですし、一人なんかね、東京でジャズのプロをされてたトランペットの方が地元に戻ってきたりとかしてて、なんかそういう人の演奏とかも聞いたりしてるのもすげえかっこいいなとか、まあ、それはすごい厳しい人だったんですよね。僕にもうプロみたいなことを要求するみたいな、同じレベルのことを要求するみたいな、中学生なんですけどみたいな。めちゃめちゃビビりながらもしごかれてるのがすごい刺激じゃないけど、このぐらいの後要求するなみたいな。すごい。そういうの覚えてますね、そういうことは。いいですね。じゃあそういう、じゃあ中学生高校生そういう環境の中で、じゃあなんとなくその、はい、プロの仕事にもつけたらいいなっていう思いがあった中で。はい、でいろんなそのトランペットにもクラシカルの部分とジャズポップスの部分があると思うんですけど、クラシカルではなくてジャズとかポップスの道に行こうと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？道っていうか、まあ僕はクラシックも大好きなんですよ。トランペットのいろんなサウンドも、はいはい、吹奏楽のオーケストラも好きなんですけど、僕はいわゆるプロに絶対になろうとかいうそんなこう職業として選ぶ強い意志がなかったんですよ。なので、まあ、大阪球児大学その名前ついてるとか、芸術大学とかに行ってるけど、トランペット科とかじゃないんですよ。
全然音楽に関係ないところで、ジャズ研究会に入って、ジャズとかできたらいいな、ビッグバンドとかっこいいなっていう感じだったので、吹奏楽とそういう、ビッグバンドとか、J-POP とか、バックとかで、トランペットとかあるじゃないですか、そういうのをなんかそのつない、そういうイメージをつないでくれた方がまさにそのエリックさんですね。吹奏楽でそのニューサンディングラスのゲストでね、トランペットみたいな感じから、で、まあ、本当にいっぱい。その時ですネットとかないのにすっごい新聞とかじゃないですか、そのテレビ欄とか、なんかエリックさんが出そうな番組とか、ラジオもそうですけど、とりあえず資料じゃないけど、ニューサンズ以外のものとかも集めようと思って、僕たちがしまってた、そこでなんかかっこいい世界をどんどん知るわけじゃないじゃないですか。で、だからそっちの方になんか寄っていったっていう感じなんですかね、エリックさんですね。ああ、その影響度もあるから、ね、うん。で、そういう興味を持ってから、実際に会われた時はどんな感想でした？いやね、それがもう僕が大学入った頃にちょうどエリックさんがホームページを作ったんですよね。へぇ、掲示板で、まあ、今でもあるのかな、ね、あるじゃん、はい、BBS、はいはい、そこに、まあ、いろんなこう書き込みとかする中で投稿したけど、エリックの宮代みたいな感じで、これみたいな、これこの書いてあるのはまさか本人じゃないよなとか思うじゃないですか、最初そのネットが普及し始めた頃さ、はい、でもなんかね、ある人の質問にエリックさんまあすごい丁寧に返されてて、それ見て俺も質問したら返してくれるんかなみたいな感じで質問したらすごい丁寧な返ってきて、うわーみたいな。そしてそれからなんかこう、まあ、個人的なやり取りに流れていったんですよね、うん、その掲示板みたいなのかな、うん、それではある僕その大阪行ったんですけど、滋賀県の市民吹奏楽団のゲストにエリックさんが来て、うん、で、僕、まこちゃんって呼ばれて、そのハンドルネームまこちゃんだったんで、うん、で、まこちゃん、もしよかったら、その修羅の前で遊びおいでくみたいな、リュック宮代が刺さってたの。それはもう、一大事ですね。マジかと思って、その時は親友のサックスと一緒にね、その見に行って、滋賀県の、その、ちょっとなんか、関係者に。だから学用まで来ていいからおいでよって感じですよ。すごい。マジか。で、そこで初めて出会うんですよ。しかもなんか、ヤマハで作ってるマウスピースの試作品とか、これ、あげるよ。マウスピースくれるみたいな。もうなんかもう、今では俺宝だと思ってますけど、もうね、そこでね、完全に心を奪われました。がっつり奪われて、掴まれて。関西来るときには銀河の船のようにエリオさんのもうついて回って、はい、で、EM バンドっていう、はい、あのそのビッグバンドを東京でやってて、はい、でそれ の, そのリハーサルからもしあれだったらおいでよ、へぇ、ああいう本物を聴いた方がいいよみたいな、素晴らしいですね、っていうので、ほんと夜行バスに乗って宿も取ってないのに元金ないスイートデイズって箱があったんですけど、そこにね、もう行って刺激、もうリハから刺激を受けまくるわけですよ。すんごい音がもう、素晴らしい音がもう皆さん。で、それどん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 僕は勘違いしていくんですね。もう見てしまってそういう世界を、プロの世界、なんかもう刺激だらけ、憧れだらけの水に巻き込まれて、そこからじゃないですか、本当に明確に自分も頑張ったらなれるかなって。面白いっていう感じでしたね、大学の時に。で、大学卒業して関西でフラフラしてたんですよ、うん、もちろんちょっと増えてたんですよ、うん、で、なんか、半分以上エリクさんに背中を押して相談したんですけど、まあ、そのプロ、どうすかねみたいな、どうすかねっていうか、もうなんかね、本当にあの、まあ、悩んでますみたいな感じで、もともと性格的に東京の方に行こうとかいう性格じゃないんですよ、って、別にあの音楽とかもなかったら、はい、もう九州で、はい、もう家族だったりとか、はい、もう育った土地で、はい、まあ、出ても。っていう性格だったんで、
ただまあこの音楽っていうのを考えた時には東京に行きたい。でエリックさんに、まあ、その相談してどうですかねっていう中で、まあ、エリックさんが言ったのは、まあ、その本当に厳しい世界だからなんか絶対成功するよとかおいでとかそんなの簡単に言えない責任があるみたいな。ただまあおかちゃんの性格的に挑戦せずに逃げてしまったらどうせ後になって10年とか何十年経ってあの時挑戦しとけば俺もプロになれたかなとかいう性格じゃないみたいな。それだったらもうダメならダメでいいから一回東京来てしっかり勝負しないよみたいなみたいなことを言ってくださって、まあ、それで心が決まったんですけどね。ただまあその親とか話したときに、まあ、僕がその大学でプロになって東京行くとか、まあ、はっきり言ってなかったので、ただ僕はすごい卒業してフラフラしてたんで、とりあえずその就職するとか、まあ、なんかはっきりしろと思う、なんかフラフラしてるのを見てるのが腹立ってくるみたいな感じで、ただなんか、いや、プロになって、エリックさん、もう一回勝負しろとか言ってるみたいな。だからどうやってそれで食べていけるのみたいな、そうです、ね、もううちの親も本当サラリーマンでね、ちゃんと売れているっていう中で、でその時に僕はまともになったことを上手に言えなくて、うん、でなんか指導のもとに乗って、まあ結構、親とすごいその時に言い合ったのは、いい思い出ですけど、うん、気づいたらなんかみんな泣いてましたけど、なんか見る、なんで泣いてたんやろみたいな、なんか挑戦しようっていう気持ちと、なんかもうダメや、俺みたいな、みたいな。でもそこで、でも行こうってなったそうですね。でもやっぱり結果的にはやっぱりエリックさんにね後押しさせてもらって自分の心を決めて、うん、で東京に行ってくる。そうでただそこでねすっごい僕もこのエリックさん本当に、まあ、師匠であり本当恩人だなと思うのは、こうやってさいきなり来ても仕事ってないんですよ、うん、いっぱいもちろん見学とかそういうついてるけど、うん、だから見てすごいそのそういう仕事に結びつくことになる。いろいろこう、まあ、こうやってのそのスタジオに、ファンドとかもやるといいかもねっていうアドバイスを。そうすごいですね。つながっていきますね。僕、その時全くバンドとかやる気なかったんですよ。はあ、バンド、エリックさんしか、なんかバンドを進めるとか、全く思いにしなかったんですよ。そう考えたときに、東京にまあそんなにその、ね、プレイヤーの知り合いなんかも全然いないっていうか、うん、で考えたら、関西で、ね、関西にこう一人一人集めて自分のなんかこう、理想考えたときに、まあ、その時にもうジャバループってあったんですよ。結成1年目ぐらい、うん、僕も入れてくれないみたいなメンバーみんなにえご視聴ありがとうございました。よかったらねグッドボタンチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね、バイバーイ。